クレー投射機、クレー射撃とは、三段銃を用いて、空中などを動くクレーと呼ばれる素焼きの皿を打ち壊していくスポーツ競技。トラップやスキートなど、いくつかの種目に分かれており、それぞれの種目のルールも様々である。クレーの形状は、通常直径15センチメートルほどの円盤型で、投射機を用いて、フライングディスクのように空中に射出したり、あるいは地面に転がすことで、 射撃の標的とする。使用されるクレイは、その名の通り粘土の焼き物でオレンジなど視認しやすい、色で着色されている。また、中空の内部に着色庫が詰められ破砕された時に、粉が広がって確認しやすい、パウダークレーもあるが、そのコストや放出時に出割れになりやすい等の問題もあり、オリンピックや公式競技のファイナルラウンドで使用されることが多い。 2004年のアテネオリンピックのクレー射撃競技は、男女別に、トラップ、スキート、ランニングターゲット、ダブルトラップの4競技7種目が行われた。このうち主要な競技は、トラップとスキートである。使用される銃は12番口径以下の上下2連、またはガスオート3段銃で、スキート用は取り回しやすいようにやや小型になっている。各競技で用いられる。 競技銃の詳細は、三段銃構造による分類を参照されたい。射撃において、クレーの破砕が確認できれば、命中とし、得点となる。そうでなければ、失中となる。25回の射撃を1ラウンドとし、4から5ラウンドの合計得点を競う。夏季オリンピックのクレー射撃競技では、満点の150点に対し、140点台後半からが入賞圏内となる。 メダル獲得を争う選手ともなると満点のラウンドが連続することも珍しくはない。伊手は横一線に配置された5箇所の車台を順に移動しながら1ラウンドにつき25枚の皿を撃破する。後術のダブルトラップ等との区別でシングルトラップと呼ばれることもある。伊手の前方15メートルに配置された15台の放出機からは遠方に向けて右、 ストレート、左の計25枚のクレーがランダムに放出される。いては1枚のクレーに対し2発以内で撃破することが求められ、1発目、または2発目で命中できれば、得点となる。なお、オリンピックや世界選手権クラスの大会では、25点満点が連続して勝負がつかない場合には、2発目の発射が認められず出中を出した段階で退場となっていく。 シュートオフと呼ばれる特殊ルールの下で勝敗が争われる。トラップ競技は基本的にはクレーがいてから離れていく、おいやのクレーを打つことになる。車上の地形やその時の風向きにより同じ方向に放出されたクレーでも風に煽られて急激に上昇したり逆に失速してこう描くように落ちる場合もあるため、震度の予測は決して容易なことではない。 使用する弾は 24g の7-1-2号が一般的であり、1枚あたり2発撃つことが認められている、関係上1ゲームあたりの弾の消費量は最低で25発、最大で50発となる。このため、他の競技と比較して、クレーの枚数あたりの弾の消費量が多くなりがちとなり、全ゲーム終了後の残弾の発生数も多くなりやすい。ダブルトラップ基本は、 トラップと同じであるが、一つの射台から二つのクレーが同時に放出され、二発装填した三段銃で二枚のクレーを同時に射撃することになる。一ゲームあたり25回の射撃機械で50枚のクレーを撃つ。アテネオリンピックまではオリンピックの正式競技であったが、現在では男子選手のみの競技となっている。使用する銃は基本的にはトラップと同じであるが、 一発目をかなり早期に撃つ、関係上一発目を 24g の9号、二発目を 24g の7-1-2号を用いることが多い。トリプルトラップ基本は、トラップと同じであるが、一つの車台から三つのクレーが連続して放出され、三発、装填した三段銃で三枚のクレーを順次射撃することになる。ダブルトラップのように同時に放出されたクレーを撃つのではなく、 プーラーが、いてのタイミングを測りながら1枚ずつ放出する。なお、競技内容は、5メートルフロント、10メートルフロント、5メートルセンター、10メートルセンターの種類がある。フロントとは、各車台のクレー放出機から放出されたクレーを撃つ。センターは3番車台のみを使い、1から5番のクレー放出機から放出されるクレーを撃つ。また、車上によっては、 センター競技の方法が異なり、3番車台のみから放出されるクレーを1から5番の各車台から打つ、スタイルもある。5メートルでは、スキート用9号相談と、スキートやシリンダーチョークを好んで利用するものが多い。競技の性質上、必然的に半自動散弾銃やポンプアクション散弾銃などの3発以上連射可能なものに銃が制限されるため、 あまり一般的な競技ではない。アメリカントラップアメリカで独自に発展した競技。いては5箇所の車台を順番に移動して、射撃を行うが、クレーが放出されるのは中央の3番車台からのみで、放出方向は完全にランダム、1つのクレーに対して1発の射撃しか認められていない。そのため、アメリカントラップ専用の射撃銃は、元折、単身銃などの一発のみ、 装填可能な銃を用いることが一般的である。直径約36メートルの半円形の円弧上の7箇所、及び円の中心1箇所、合計8箇所の射台を順に回って射撃を行う。クレイは半円の直径の両端2箇所に配置された標的射出胸から1枚、内し2枚同時に出される。トラップと異なり、スキートは1枚のクレイに対し1発しか打てず、 8箇所合計で1ラウンド25回射撃することになる。それぞれの車台で射撃回数が異なり、またトラップにはないダブル射撃がある。使用する弾は2 4ムの9号を先や5やともに用いる。1枚のクレイに対し1発しか撃てない。関係上、シングルトラップと比較して1ゲームあたりの弾の消費量は少なくなる傾向があるが、ダブル射撃の際には、 車台によって、プール、マークのどちらのクレーを先に射撃するかが決められており、この順番を間違えてしまった場合や、一発の弾で2枚のクレーを撃ち落としてしまった場合には、再度撃ち直しとなるため、プレイの際には、多少なりとも予備の弾を用意しておくことが望ましい。各車台から放出されるクレーの組み合わせはその国や年代によって様々である。プール、マークともに出される。 高さが異なるクレー放出機が2台用意されており、この射出される高さもルールによって細かく調整されている。日本独自のルールでは、日本国内での調量に多いシチュエーションを想定して、伊手に対して向かってくるシングルクレーが多い。国際ルールはジャパンルールと異なり、向かい屋のシングルがなく、現在では伊手に対して離れていく。 シングルクレーにダブルクレーが各車台に必ず1回ずつ組み合わされている。スキーとはトラップと比べて車上が狭く風の影響を受けにくいことや放出されるクレーの位置や角度がある程度固定されていることからクレーの深度の予測自体はトラップよりも容易であると言われている。しかし国際ルールではいてはコールの前にはあらかじめ銃を腰の高さまで下げておき コール後にクレーが放出されると同時に腰まで下ろした銃を持ち上げて肩につける居住動作を行うことが義務付けられている。国際ルールではコールからある程度の時間を置いてからクレーが出されるタイマーが設定されることが一般的で、タイマーの動作秒数は完全なランダムのためにコールから居住動作に至るまでには高い集中力が要求され、 難易度が高まる一因ともなっている。なお、タイマーはゲームに参加する参加者の連度によっては、秒数をあらかじめ固定するルールや、タイマー自体を無効化する、ノータイマーが用いられることも多い。この競技も、オリンピックや世界選手権クラスの大会では、25点満点が連続して勝負がつかない場合が多いため、既存の国際ルールが何度も改変され、 次第に難易度の高いダブルクレーの割合が増えてきた経緯がある。フィールドスキーとフィールドトラップの2種類の競技があり、海外では文字通り自然の地形内にランダムに設けられたクレー放出器から放出される様々なクレーを人量の獲物に見立てて打つスタイルが一般的であるが、日本においては両友会の実業練習向けに一般のスキーとト,トラップのルールをやや簡素化した。 独自ルールで行われる競技を指す場合が多い。ウサギなどの小動物量の練習を想定した競技であり、いては、車台前方の左右に設けられたトンネルから垂直に転がり出てくるクレーを射撃する。地面を転がるクレーの速度はその時同期で千差万別であり、車上の地形によってはクレーが跳ねたり左右に蛇行することもあるため、震度の予測はそれほど単純ではない。 この競技で用いられるクレイは空を飛ぶのではなく、地面を転がっていくため、一般の競技で用いられる皿型クレイではなく、円の部分が強化された、I 字断面を持つボン型クレイが用いられる。日本では、この競技が行える射撃場自体があまり多くないため、あまり一般的な競技ではない。ありがとうございます。